L 字ファスナーミニ財布の作り方です。右側にはカードが3段入るようになっていて、反対側は蛇腹のついた小銭入れがついています。蛇腹がついているので取り出しやすくなっています。閉める時もそのままファスナーを閉めると出てこないようになっています。お札はこの間に入れます。大きさは横が13センチ、縦が10センチです。こちらはセリアのカットクロスに厚めの接着芯を貼って作っています。こちらはオックスプリント。裏は綿ポリを使っています。材料はこちらです。表布1枚と裏布の右側、裏布の左側。こちらが小銭用ポケット用布で、ファスナーが30センチ以上です。表布だけ今回は接着芯を貼って使います。型紙は概要欄からダウンロードして使ってください。製図をする場合はこちらを参照ください。型紙を使うときに、この右側のポケットは端だけこの型紙を当てて、端から端までが35センチになるように切ってください。カード入れを作ります。右側にカーブがある方を上にして30センチ端を合わせます。上から印をつけていきます。7センチ、11センチ、11センチはもう一つ印、16センチ、20センチ、ここも2つ印、25センチ、29センチ、ここも2つ印。2つ印をつけたところは山折りになります。印が2つついたところを山折りにしてアイロンをかけます。山折りに端ミシンをかけます。半分に山を折って、ここに端ミシンです。もう一つの印を谷折りにして折ってアイロンをかけます。もう一枚の裏布と横を合わせてみます。長さが合ってるか確認をして、合わないときはこの蛇腹部分を微調整して合わせます。右端から2センチのところを縦に縫います。左側は端から5ミリのところを縫います。右側はカードを入れた時に外側に飛び出さないためのステッチです。こちら側は押さえるためだけなので、返し縫いなしで簡単に縫って大丈夫です。小銭用のポケットを作ります。横が18センチ、縦が17センチになるように置いて、左端を1センチ折ってアイロンをかけます。半分に折ります。外側に布端が来るようにして、上を1センチの縫い代で縫います。表に返します。縫ったところを手で開くようにしてアイロンをかけておきます。この縫い合わせた方に端ミシンをかけます。内側に折った方を左に置いて、端から2センチずつ3つ印をつけます。2センチ、4センチ、6センチ、これがこのようについて、ここが蛇腹になるので一番真ん中に近い方を山折りにして、次が谷折り、
そして山折りっていうように蛇腹になるようにアイロンを当てます。折り目に端ミシンをかけます。もう一枚の裏布を左側が山になるように置きます。下から 2.5 センチのところに印をつけます。端を合わせて下は 2.5 センチ上に、この一番下の上から下まで端ミシンをかけます。待ち針をつけてずれないようにします。閉じて右から下に向かって L 字に縫います。このようにできました。もう一枚の角の入る方と中表に合わせます。端を1センチの縫い代で縫います。このように縫えました。後ろの縫い代を開いてアイロンを当てておきます。ちょっと強めに押すようにして表布を半分に折って真ん中の印をつけます。ファスナーをつけていきます。開いてちょっと真ん中の印が分かりにくいのでここを真ん中にします。ファスナーを裏返して開けます。真ん中から5ミリずらしたところにこの留め具が来るように留めます。縫い始めは留め具の上のところから返し縫いをして縫い始めます。カーブのところはファスナーを少しずつずらしながら縫っていきます。3針か4針縫ったら斜めにしてずらして、ファスナーを閉めてこの布下のところにファスナーにも印をつけます。開いて反対側の底に印を合わせます。待ち針で留めます。はじめに下を留めたら上を留めます。真ん中から5ミリのところに留め具が来るように次に直線ラインを留めてカーブのところを合わせて留めていきます。下から縫い始めて留め具のところまで縫います。返し縫いで留め具の1センチ後ろぐらいまで針を持っていきます。このように端を折って続けて縫います。裏側と中表に合わせます。
真ん中と端を合わせて、さっきと同じように直線を合わせてからカーブのところを合わせます。表側の縫い目を見て縫うので、待ち針を打つときは表側を上にして合わせます。さっき縫った縫い目の下を縫います。角の待ち針は上を向いているので、下に刺して手に刺さらないようにします。一度表に返してファスナーがきれいについてるかチェックします。ファスナーが引きつれてないか、裏布が落ちてないか、また元に戻してファスナーを内側に入れます。表同士、裏同士合わせて留めます。裏側に返し口を作ります。8センチのところに印をつけます。縫い代は表側に倒して、返し口8センチを開けて1センチの縫い代で縫います。ファスナーの硬いところは手でミシンを回して通します。表側の縫い代は内側に折って、余分なファスナーを切って返し口から表に返します。返し口のところを内側に1センチ折り込んで端ミシンで閉じます。表布の中に入れます。裏布を奥底の方に押すようにして整えます。表側は目打ちで端を出します。ファスナーの上に当て布をしてアイロンをかけます。これで出来上がりです。